森和世の滑り台丼のとこ、ね、まさかフェンス丼が負けるとは思わなかったまさかねなあつやみたいなそんなセリフあった意味わかんない話とかこう振りながら宮野さんは多分なんだこいつみたいな今でもだよこれが一番最後に本当フリーなやつが入ってたんですよあれいいですよキャラデザ幼すぎとかぼやいてたんですよいっぱいだゴミ箱蹴りに行くガン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 この現場これ